僕は最近死んだ人気ミステリー作家の隠し子、父の隠された遺構の手がかりを求め、父が最後を過ごした療養施設にやってきた。ここ綺麗でしょ。もうすぐ桜も見頃ね。松方さんも結構楽しみにしてたわね。まあお元気な人でね。木登りしようとしてたこともあって、あの時は慌てて止めたけれども。父は小説家だったんです。ちょっと話に聞いてました。思い出した、何か書いてらしたわね、大きい紙に。書いてた？小説の原稿ですか？ここで？原稿用紙なんでしょうかね。最後のページだけは書けたよって言って。でもね、何にも書かれてなくて白紙でした。すみません、もうこんな時間。よかったらお父さんの代わりに桜見てってください。三分咲きもいいものですよね。